ハタとは、鈴木木タかハタアカエピナフィリニーに属する魚の総称。ハタアカは、マハタアカと呼ぶ場合もある。英語では、グルーパーというが、香港やシンガポールではポルトガル語風に、ガルーパ・ギャラッパと呼ばれることも少なくない。マハタ・バラハタ・クエタ・マカヤカ・ハタ・ユカタ・ハタ・サラサ・ハタなど、26族約190種が知られる大きなグループである。 すべてが海水魚で、熱帯から温帯の浅い海に広く分布し、ほとんどの種類は岩礁やンゴ礁に生息するが、マングローブなどの寄水域に侵入する種類や、水深200メートル以上の深海まで生息する種類もいる。生魚の大きさは、全長10センチメートルそこそこの種類から、全長2メートルを超える大型種まで様々である。多くの種類が、 姿勢戦熟の性転換を行うので、大きく成長した個体のほとんどはオスである。形態上の特徴としては、口が大きくて、下顎が上顎より前に突き出ること、体に対する頭とヒレの割合が大きいこと、体の断面は、下が膨らんだ、楕円形であることなどが挙げられる。体色は、種類や、成長段階によって、非常に多彩で、赤、大黄、青、 灰色などの鮮やかな色が、水玉模様、大小の反転、縞模様など、様々に配されている。単独で生活し、ほとんどの種類は、海底近くをあまり離れずに生活するが、中には、バラハタのようにそこから離れて泳ぐものもいる。食性は肉食性で、他の魚類や、甲殻類、トウソク類などを大きな口で捕食し、時には、 自分の体の半分ほどもある獲物にも、どん欲に襲いかかる。水族館などで飼育する場合も、飼育自体は、割と簡単だが、たまに、野生を発揮して同居魚の数が減るのが難点となる。繁殖は夏に行われる。親は卵を保護せず、卵は、プランクトンとなって、海中を浮遊しながら発生する。孵化した稚魚は、海岸のごく浅い場所にもやってくるが、 成長するにつれ深場へ移動する。大型で、色彩も美しく、食用でも微妙な種類が多いので、干渉魚や高級食材として利用される。ただし、食用の際は、シガトキシンなどのシガテラ毒を体内に蓄積する、バラハタなどもいるので注意が必要である。ハタ類のことを、九州では、アラと呼び、ウオヘンに、アラの黒字が作られている。 鹿児島県のトカラレットまであらという言い方が使われている。それより、南の南西諸島のうち、奄美大島などで、ネイバリ、ネバリ、世論島で、ニーバイ、沖縄本島以南で、ミーバイと呼ぶが、これらは、メバリの変音で、ハタ類の突出した目を表現している。沖縄県では地域により、漁師が、ハタ類を、メバルと呼ぶこともあるが、標準和名が同じであるメバルが、 沖縄県周辺に生息しないため、混同されることはない。ただし、同じ、旗類の魚でも、色や大きさによって、赤人、カンナギなど、別の名で呼ばれる種もある。香港では、うぐいと称して、虫魚やフライにして食べることが多いが、近年は、関東料理の普及とともに、中国各地でも消費されるようになり、関東省。 福建省などで大量に養殖されている。玉会。ありがとうございます。